聖三門の筆跡聖三門から1456年は、李氏朝鮮前期の学者、政治家。字は金助、とつ沖名、号は、地区県、送り名は忠文。本願は少年。都官、聖勝の子として、甲州に生まれる。1438年、名前院として門下に旧大。清祖の修憲殿に入り、1446年。 君民声音の制定に大きな貢献を行った。千四百四十七年、文化住民において上限となった。名筆家、名文家であり、清掃側近の長身の一人であった。清掃の死後文掃に仕えたが、文掃は若くして崩御した。文掃の後を継いだのは幼い丹州であったが、叔父の主要大きは権力を奪取し、千四百五十五年に、 王として即位した。聖三門は、父の聖マサルや、同志の僕法年らとともに、丹州福井を図るが、聖祖殺害計画が発覚して逮捕され、聖祖自らが指揮する拷問を受けた上、処刑、袋を示された。私陸心の一人に数えられ、中心として検証されている。また、後世聖三門の生涯から、丹州を豊臣秀より、聖祖を、 徳川家康、正三門を石田三成に着せている。正三門と石田三成の名前に同じ文字があることもそれを後押ししている。参考、朝鮮王朝実録。ありがとうございます。